ハッピーバレンタインであります。自分もチョコを作ってみたのでありますが、あ、いえ、その団長殿に食べてほしいとかでは、その受け取ってくれるのでありますか。ふう、できた、完成だ。どうだ、見事なものだろう。言っただろ、チョコレートを作ったのは一度や二度ではないと。さて、それでは受け取ってくれ。自分の気持ちを伝える日か。やはりいいものだな。どうしても感謝の気持ちを伝えたかった、ルリアと君に。君たちを守るつもりでいたが、逆に私の支えとなってくれている。ありがとう、本当に。ん？どうした？下なんか向いて。というか、受け取ってくれないのか？あ？まさか、食べさせてほしいのか？おう、待て。そう慌てるな。いや、慌てて否定されると、私まで照れるじゃないか。うん。仕方ない。他ならぬ、その、君の頼みだ。ほら、早く口を開けてくれ。はぁ、できた。自分では美味しくできたと思うけど、バレンタインのチョコレートをちゃんと作れたの、これが初めてなの。ねえ、味見してくれない？ちょっと自信なくて。あ、ちょっとだけだからね、多分ちゃんと美味しいし。なんで笑うのよ。いいから、もう早く受け取ってよ。美味しいといいんだけど。だってほら、やっぱり食べてもらうなら喜んでほしいもん。喜んでほしいのは師匠になんだからね、勘違いしないでよ。綺麗に包んで、これで完成。こんなに頑張ったのっていつ以来かしらね。どうして頑張ったのかって？やあね、あなたにあげるために決まっているじゃない。長く一緒にいるほど思いを言葉で伝えるのは難しくなるものだから。受け取ってくれるかしら、私の気持ち。どうしてこんな風にチョコレートを渡すのかって？チョコレートをとろかしている時に手をやけどしてしまったの。ドジね、やけどが痛くて手で持てないから、こうするしかないでしょ。ほら、受け取ってちょうだい。バレンタインとな。そのような風習が外の世界にはあるのだな。ん？それを我に。そうかそうか、ありがたくいただくとするぞ。我は大酒飲みだが、甘いものも嫌いではないぞ。ん？この包みくれるの？おひねりだね。ありがとう、団長。あ、違う？バレンタイン？おー、ありがとう。大事に食べるね。ホワイトデー期待しててね。え、俺にもチョコくれるの？チョコレート？チョコレート？信じられん。本当にありがとうございます。ハッピーバレンタイン、団長。私も商売人の娘だし、こういう時には愛想ってもんを振りまいとかないとね。はい、チョコレート。ハ
ハッピーバレンタイン、団長。団長、このチョコレートどうかしら。なかなかうまいわよ。いけるですって。当然よ。このナーガ様が作ったものがまずいはずないじゃない。